ぶりのお料理出せるようになっていただけたらなと思ってご紹介したいと思います。はい、この美味しそうなぶりを使って作るのは、はい、まず一品目、ぶりの刺身わさびポン酢おろしがけです。油の乗ったぶりのお刺身は大根おろし、わさび、ポン酢、おネギでいただくとすごく美味しく召し上がっていただけるんですね。はい、さっぱりしたポン酢とおろしがぶりの旨味をすごく引き立ててくれて、臭みもなくペロッと召し上がっていただけるかと思います。2品目はぶりの串焼きです。外は香ばしく焼いて、中はふわっとした食感で、見た目も楽しい串焼きになっています。ぶりの甘辛だれとこの卵黄のコクがぶりにぴったり、ご飯にもね、お酒にもなかなかいいんじゃないかなと思います。卵黄が美味しそうですね。そして3品目はぶり大根です。寒い冬に欠かせない定番の煮物ですよね。今回はお出汁を効かせて薄味であっさり上品に仕上げています。ぶりの身をふっくらとさせるコツをご紹介したいと思います。最後はぶりの赤だしです。おもてなしの締めは赤だしでいかがでしょうか。ぶりが主役のワンものってちょっと面白いでしょ、ね、渋みとコクのある赤味噌はぶりととっても相性がよくって、なかなかね、さっぱりと美味しいワンものになったかなと思います。定番のぶり大根から串焼きや汁物など、はい、新感覚のぶり料理までどれもお客様にもね、喜んでいただけそうなものばかりですね、はい、では教えていただきます、はい、まずはぶりの刺身ですね。お刺身ですね。ぶりのね、美味しい食べ方で一番ねおすすめしたい寒ぶりが味わえるのがお刺身かなと思います、はい、今回はサクをね、はい、使って切っていきたいと思います、はい、こんな風にお魚屋さんでね、あのスーパーなんかでもサクで売ってるのがあるかと思いますけど、はい、お刺身はやっぱり切りたてが一番美味しいのでね、あのサクを使って切っていく方法をお伝えしたいと思います、はい、まず、サクで買うののいいことは、あの薄めに切るなんか自分の好みの厚さに切れるっていうのがいいんですね。ほうほう。でぶりの場合私は薄めがおすすめなので薄めに切っていきます。ぶりは薄めですか。そうなんですよ、薄めに切ると美味しいのね、はい、こんな感じですね。で切るときは小包丁を押して切ると身が潰れてしまうので、はい、こんな家庭用のね、普通の三徳の包丁でもこんな風に引いてね、シューッと引いて切ってもらうと綺麗に切れますね、はい、厚みがあるときは2回に分けても、そうです、それでも引いてもらうことが大事ですよね。ついつい失敗したら嫌だなと思って、そうそう、切ったのをね、切ったのを買ってきてしまうんですけれど ども、はいはい、あの切りたてがやっぱお刺身美味しいので、いっぺんねチャレンジしていただいたらなと思います。あと今日のポイントはお刺身、はい、このお刺身に合わせる薬味なんですね。薬味こちらになります、はい、大根おろし、それからおネギ、あ、おネギですね、あとわさびとポン酢になっています。はい、おろしで油っぽさを和らげて、おネギで香りを加え、わさびで辛み、そしてあのポン酢の酸味でさっぱりと、あの油のこってりのった寒ぶりを召し上がっていただきたいと思います、はい、あとおネギなんですけども、これ刻んだだけじゃなくて、実はね、小口切りにした後にお水で洗ってるんです。洗いネギですね、はい、でこんな風にザルにね、小口切りにしたのを入れて、そしてお水で洗って余分な辛み、そしてぬめりもね、なくなって、あのすごい繊細なお味にすることができるんですね。これだけのことで、これを絞って使います。ネギ洗っていいんですね。そうなんです。なんかもったいない気もしあると思いますけども、はい、ちょっとね、やっぱ辛みが強すぎるのもなかなか刺激が強くてあれなので、はい、このぐらいちょっと洗ってもらうと上品なお味で召し上がっていただけるかなと思います。はい、はい、こちらが出来上がりですね。そうですね、ぶりをこんな風に扇状にね、一人分ずつ盛り付けていただいたところに薬味を添えてください、はい、ラディッシュ、これは色添えですけれども、串型に切ってお塩を振ってお水気を取ったものを添えてます。ちょっと赤いのが入るとおもてなし感も出ますのでね、なくても構いません。はい、ぶりの刺身わさびポン酢おろしがけ出来上がりです、はい、ちょっと北郷さんにも召し上がっていただこうと思って、はい、いただきます。これ薬味、あのどれか好きなのをつけるのではなくて全部混ぜてもらったら美味しいんです、はい、薄いから巻くように、うんうん、どうですか。美味しいでしょ。もう本当に美味しいの、この寒ぶりのお刺身ってね、ぶりの旨味だけが本当に口に残って、はい、このぶりの身の柔らかさとちょっと脂っぽさを、うん、
ですよ。この薬味たちがさっぱりとしてくれて美味しいですね。この4種類のハーモニーはぜひ試してみてください。ありがとうございます。材料表でおさらいです、はい、ブリはサクを買ってきたら薄めに切ることがポイントでした ね、はい、ね。そしてネギは洗うことで辛みやぬめりが取れて上品な味になります。続いてはブリの串焼きです、はい、さあ、はい、今度は串焼きですね。はい、そうなんです、はい、あの鳥とかであるようなね、あの焼き鳥みたいでしたけれども、はい、そんな感じをブリでやっていきたいと思います、はい、まずはブリの下ごしらえですね、はい、ブリはね、買っていただくとこのように切り身には血合いと皮がついてるかと思うんですけども、そうです、ね、これを取り除くとね、ブリ特有の癖が和らぐんですね。それをやっていきたいと思います。ブリは癖がちょっと強いなと思って、そうなんですね、失敗するとその癖ばかり立ってしまうんですけれども、だからこうして血合いとかをもう簡単でしょ、こうして切り落とすだけなんですけども、はい、これで癖が和らぐんですね。はい、そうなんです。一つこれ置いといてこちらもやってみましょうか、はい、ちょっともったいないような気もするんですけれども、はい、これ取り除くと子どもさんなんかもね、すごく召し上がっていただきやすくなるんじゃないかなって思いますね。確かに串に刺した時皮が残ったら、ね、そうなんですよ、食べにくいですね、はい、まあ、こんな形で皮と、血合いを取り除いたらこちらの方にお塩をしていきますね、はい、お塩をして10分ぐらい置いてください、はい、10分ぐらい置いていただくとこちらの感じになりますね。お塩が溶けて、はい、あのこちら、ね、はい、10分置いたものになりますけども、水分とちょっとなんか出てます ね、 そうなんですね、表面に。お塩を振って余分な水気を除くことで旨味を、ね、凝縮させていくんですね、はい、はい、じゃあこれの、こちらの方で水分を取っていきたいと思いますね、はい、で出てきた水分はやっぱりね、なんていうんですかね、こう余分な水分になりますの で、はい、でこれがないことで旨味を凝縮するっていうことになりますので、この分を拭き取っていきたいと思いますね、はいはい、皮も取り血合いも取り、そしてこの余分な水分も取ることでブリの旨味が凝縮するんですね、はい、これを水分が取れた状態のものを今度切っていきたいと思います、はい、でこちらの方に、背の方と腹の方とありますね、はい、でこれを6等分に切るんですけども、串に刺しやすいようにね、切っていきたいと思います、はい、ね、ブリ、まあ、この状態で焼くことはよくあるんですけども、そうなんですよ、串に刺して焼くことはなかったですけれども、はい、食べやすそうですね。食べやすいんですよ。でね、これは今、背の方を切りましたけども、この腹の方は、はい、実はこの中側のところにちょっと小骨が少しある時があるので、はい、6等分にしてもらってからその骨だけはちょっと取り除いておいてくださいね。その方が召し上がっていただきやすいのでね、はい、はい、じゃあこちらの方を、串に刺していきたいと思うんですけれども、はい、これこのブリに合わせていくのがこちらになりますね。おネギです、はい、はい、白ネギですけども、大体に3本をこの4センチぐらいの長さに切ってください、はい、ね、おネギはブリと相性がとてもよくって、その香りで臭みも和らげてくれますのでね、はい、じゃあこれを刺していきたいと思います、はい、本当に串に刺さってるとおもてなしの時とかにね、食べやすそうですけれども、でも私、うん、ブリを串に刺したことがなくて刺しにくくないんですか？いや、ブリは身が柔らかいので大丈夫です、はい、おネギ、ブリ、おネギ、ブリ、おネギっていう感じで刺しましょうか、はい、まさにネギマの要領ですね。はい、北郷さんも3つどうぞ、ありがとうございます。まずネギから、はい、何かこうネギからこれとこれ注意しなきゃいけないこととかありますか？ないですね、ないですね、はい、はい、前ごめんなさい、はい、失礼。あ、思っていたよりも柔らかいですね。そうなんです、身が柔らかいのね、はい、うん、ネギよりもスッと、そうなんです、通ります。あ、いきますか、残りの串を計算してください。残りの串を計算してくださいね、はい、ちょっと詰めてもらおう、はい、詰めてもらって、はい、できました。なんかいい感じでしょ、はい、はい、じゃあこれをここに乗せて、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれを焼いていきたいと思うんですけども、これ後でタレでね絡めますので、はい、この表面加工のあるフライパンにねこのようにして並べていってください。はい、じゃあ火をつけないで、そうですそうです、並べていいんですね。このフライパン空だけできないのでね、はい、もし鉄のフライパン使われるときは油ちょっと敷いていただいた方がいいかなと思いますけども、はい、並べてからこのように火にかけてもらって、そして焼いていきます、はい、大体ね、1分ほどしてきたら色焼き色がついてきますので、そうしたら裏返していきますね。ブリはこのように小さめに切っているので火の通りが割と早いので、あっという間にできてしまいますしね、
はい、じゃあ、これを焼いている間にタレの準備をしたいと思います、はい、こちらの方になります、はいはい、こちらはみりんとお醤油が、薄口醤油が合わさっていますね、はい、みりん大さじ4、薄口醤油大さじ2です。そうですね、だいたいみりんが2に薄口1ぐらいの割合が2対1で、私がいつも照り焼きなんかに使っている割合になります、はい、なるほど、照り焼きはみりん対お醤油が2対1、はい、そうですね、はい、そうなんです、覚えやすいですね、はい、そこにこのね風味付けににんにくをちょっと入れていきたいと思います。はい、はいはい、じゃあにんにく入れますよ。みりんとお醤油とそこにニンニクですね、はい、おろしたニンニクを入れます、はい、でこれがタレになりますね、はい、じゃあちょっと先ほどの串の方を見てみたいと思います。ジュージュー言っていてますね、はい、どうでしょうか。でもなんだか表面に少し美味しそうな油が、うん、焼き色がついてきて、焼き色がつきました、うん、あ、もうなんかそれほど時間が経ってないですけど、あっという間なんです、身の半分ぐらいが焼けてきていますね、はい、フライパンに接してないところがちょっと赤くなってるかも分かりませんけども、はい、この後タレを入れていくと全体にうまく煮詰まって焼けて火が通っていきますのでね、はい、まあ、こんな感じで少し焼き色がついてきた感じでひっくり返しましたらこのタレを入れます、はい、あ、もうひっくり返したらすぐタレを入れていいんですね、はい、入れてください。ほうほうほう、うわー、大原さん、なんていい香りなんでしょうこれ。匂いをお届けしたいですね。はい、そうそうなんです。でこれを時々揺すって、うん、はい、でちょっと時々こんな風に裏返しながら、これをタレを煮詰めていくわけなんですね。はい、うん、そうするとほら全体にふっくらと火が通る感じしますでしょ。はい。はい、これ焼き時間が少なく済みますね。そうですそうです。でこの全体に煮汁が回ってるところで、はい、火が順番に通っていきますので、最初にすごく焼きすぎないでいいんですね。それが火を通しすぎずにふっくらと仕上げるコツになるかなと思います。はい。はい、でこちらの時々こんな風にね、ゆすりながらだんだんほら煮詰まってきてみりんが入ってますから、とろっとタレがしてくるかなと思いますね。はい。じゃあお客様が来る時とかは串を刺しておいていらっしゃったら焼くぐらいの感じですぐできそうですね。さあこちらが完成です。ブリの串焼き出来上がりました、はい、ね、器に盛っていただいて一味唐辛子と粉山椒を好みで振りかけていただきます、はい、であとこちらの方ですね、卵黄だれ、はい、そうなんです、卵黄にお醤油とごまとおネギを加えましてね、これつけて食べると美味しいですよ。お醤油とニンニクの風味コクがある、こう黄身が絡まって、これは美味しそうですね、はい、なんかごちそう感がアップしますよね。はい、ぶりの串焼き材料です。串に刺すことで、うん、子供から大人まで、はい、ちょっと取ってすぐ口に入れられていいですね、はい、なんか人が集まるときって簡単につまめる感じのものってすごく重宝していただけると思いますしね、はい、薬味いろいろね試しながら召し上がっていただくのもいいんじゃないかなと思います、はい、今回ネギで作りましたけど、はい、そうですね、お子さんだったら玉ねぎなんかでもいいと思いますし、ちょっとピーマン混ぜてもいいかもわかりませんね、あ、はい、色も綺麗になりそうですね、 そうですね、はいはい、さあ続いてはぶり大根です。今回はアラじゃなくて身を使って作りますよ、はい、定番ですけれども、はい、今日は大原さん流のブリ大根ですね。ブリ大根になりますね、はい、まずはブリの処理ですね、ブリにはお塩小さじ3分の1を振っていただいて10分置いていただきます。それから水気を含んですけども、味付けがねちょっと今日のブリ大根はあっさりして薄めなので、はい、ブリにここでしっかり下味をつけておくということになります、はい、で水気を拭き取ったものがこちらになるんですけれども、これに今度は小麦粉を薄くまぶしていきたいと思います。はい、小麦粉をまぶしていきますね、はい、小麦粉をねまぶすにはね、まぶすことでねいいことが4つあるんですね。4つ、はい、何でしょう。1つ目は旨味を逃がさない、ほほで2つ目はパサパサしないね、コーティングができているので、はい、で3つ目は綺麗な焼き色がつく、で4番目はお出汁が絡みやすい、それだけの、ね、メリットがあるんですね。でこのようにしましたら今度これを焼いていきます、はい、フライパンにはちょっとねサラダ油が敷いてありますけども、あら、ごめんなさい、
こちらの方にぶりを入れまして焼いていきますね。はい、大体まあ両面中まで火を通す必要ないんですけど、中火で外側がこんがりするまで焼いていきます。はい、あのお魚焼く前に小麦粉をつけるという方法は、はい、あの教えていただいてきましたけれどもね、はい、これまでも、はい、今回作るぶり大根私あのいつもそのまま煮てしまっていたの で、はいでね、焼いてから作るというのは初めてなんですけれども、ね、だと思います。でもねこの一手間があることでずっとね見た目も味も良くなるんですね。へえ、はい、なんていうんですかね、そのまま入れるとぶりの表面がそのままの感じですけど、はい、焼き色つけるとすごく美味しそうに見えるのでね、はいはい、じゃあぶり焼いてる間にお大根の準備しましょうかね、はい、こちらお大根茹でたものになります。だいたいね皮をむいて4センチぐらいの厚さに切ってもらってお鍋に入れてお大根がしっかりかぶるぐらいのお水、まあ、お米のとぎ汁でも構いません、あの入れて中火で茹でてください。竹串スッと通るまでしっかり茹でていただくのがポイントですね、はい、であのそれで茹だったら、まあ、火を止めておいて使う前にこのようにザルに上げておいてください、はい、で先にお大根茹でとくことでぶりを煮る時間がずっと短縮できるわけですね。お大根先に茹でて炊いておくということですね、はい、でそれもぶりに火を通しすぎないふっくらさせるコツになります。はい、はい、じゃあちょっとぶりの様子見てみましょうかね。はい、どれどれ、ほら美味しそうでしょ。もうこれだけでも、ね、この焼き目があることで、はい、炊いた後でもなんかこう生々しくなくて美味しそうに見えるんですね。ほうほうほう、それが大事なポイントなんです。もうこの状態で美味しそうですけど、そうですね、このままいただいても多分美味しいと思いますけどね。はい、はいはい、これをお出汁で炊くんですけども、あのお大根を先に、ね、下にしとくんです、はい、でそれがこちらになりますね、はいはい、お出汁入れて火にかけて、であの調味料煮立ってから加えてください、はい、薄口醤油とみりんこんだけだけなんですけど、ね、出汁カップ2/2に対して、うん、薄口醤油大さじ2、うん、みりん大さじ1なんですけれども、これお魚煮るときにしてはお醤油の量少なくないですか。そうですね、あのもうお出汁を効かせて今回薄口であっさり仕上げたいと思いますのでね、はい、はい、で調味料を入れて弱火で20分ぐらいコトコト炊いたのがこんな感じで、はい、もうこれでお大根には味が染みてますしね。でこちらの方にこのさっきの焼いてたこのぶりですね、はい、これを入れていきます、はい、これでいいんですね。焼き上がりましたけれども火が通ってなくても大丈夫ですしね。もう焼いたものをこの中にポンと入れるんですね、はい、よいしょ、はい、このように入れます。はい、ありがとうございます。はい、これまで煮汁にぶりを、まあ、焼かずに入れてましたけれども焼いてからすごい美味しそうな感じするじゃないですか。そうですね、でこれをね5分ほど煮てあの味をなじませるんです、はい、でも5分しか炊かないので、うん、ぶりの身がパサパサになる必要は心配、ね、ないんですね。でも小麦粉でコーティングされてますからね。5分炊いて、5分炊いたらこんな感じで、はい、お大根とぶりがちょっと馴染んできたの分かりますでしょ。澄、うん、んでたお出汁がちょっと濁ってくると馴染んでる感じがすると思います。濁ったのが、はい、それが出来上がりの、はい、あのポイントですね、はいはい、でここにぜひ添えていただきたいのがやっぱ旬の柚子ですね。柚子の皮です。千切りにしたものこれを添えていただくとやっぱ冬らしい感じになるかなと思います。上品な感じになりますね。あとは千切りのおネギとそれからセリをちょっと今回盛り付けてますけれども、はい、こんな風に乗せていただいて完成です。ぶりの旨味がね出たお出汁を器にたっぷり盛り付けるのがうちの我が家流になります。ふっくらジューシーに仕上がったぶりになります。はい、乗せていただけたらと思います。ぶり大根材料です。柚子やネギ、セリなど香味野菜を添えて冬ならではのご馳走を楽しんでください。セリがなかったらね、あの木の芽ですとか、うん、あと柚子がなかったらはあの生姜の千切り、なんかいろんなねお家にあるものでいいと思いますので、薬味も楽しんでいただけたら嬉しいです。新感覚のぶり大根ですね、はい、そうですね。最後はぶりの赤だしです。ぶりは塩少々振って10分置いて水気を拭くということですね。あのこれ今までと同じ感じの処理になります。今回は皮も血合いもつけたまま3等分にスッスッと切っていただくだけになります。お鍋にお出汁を入れて中火にかけて沸かしますね。で煮立ってきましたら赤味噌をまず溶くんです。渋みのあの渋みとコクのある赤味噌がね、やっぱぶりにはすごくよく合うのでね、
これブリを入れる前にまずそうなんですお味噌を溶いた方がいいんですか。そうなんですね。その方がブリにお味噌の味がよく絡みます。赤味噌を溶いたらブリの身をお鍋に入れていきます。あと一緒にするのがこの斜め薄切りにしたおネギです。これも一緒に入れて弱火でだいたい2分ぐらいブリに火が通るまで炊いてください。お椀に盛って青ネギと生姜を乗せて完成です。ブリの切り身が一切れだけとか余った時なんかでもね、こうしてしていただくとみんなで分けながら召し上がっていただけるかなと思いますね。はい、そうですね、はい、ブリの汁物体が温まりそうですね、はい、さあブリの赤だし材料です。火を通しすぎないのがポイントですね、はい、煮るのは弱火で2分。生姜を使いましたけれどもね、粉山椒なんかでも楽しんでいただけるかなと思います。はい、さあ今日は冬のごちそうブリを使ったお料理を教えていただきました、はい、ブリの切り身って割と手に入りやすくてそうなんですね、いたんですけれども、まあ照り焼きとか、うん、ブリ大根とか、うん、割と家庭料理を作ることが多かったんですけれども、はい、今日教えていただいたお料理はおもてなしにも使えそうです ね、 ですね、はい、ブリってね、あと天然と養殖とあるじゃないですか、はい、で背の方と腹の方とで油の量が全然違うので、そうですね、私は養殖買うときはね、はい、背の方を買うんですよ。油があったりして。でも天然買うときは腹の方がなんか油が乗ってていいかな。そんな風なね、はい、使い分けとか楽しみ方も自分で見つけていただくとね、はい、あこんな味なのかとか思いながら、はい、ご自分の油のお好みみたいなものもね、はい、いろいろこうセレクトできて楽しい食材ですね。なるほど。さあそして今日は串焼きを、はい、召し上がってみてください。最後にいただきたいと思います。串に刺してあって可愛らしいですね。ね、いただきます。はい、どうぞ。うん、柔らかいでしょ、うん。うん、ふんわりと火を通す。こういうのも本当に火を通しすぎてパサパサになるまでやっちゃうとやっぱりせっかくの素材の味がね台無しになってもったいなくなるので、やっぱり物っていうのは火の通し方ってとっても大事で、ふわっと仕上げるっていう感覚をね、はい、持っていただけたらなと思います、うんうん、こんなにしっとりしていて、うん、柔らかいぶり、うん、美味しいですね。焼きすぎないポイント守りたいと思います。はい、さあ今回ご紹介した内容は今日の料理12月号にも掲載されています。ぜひ参考になさってください。今日は大原千鶴さんに教えていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。趣味の園芸野菜の時間、畑で野菜を作るなら太陽のベジガーデン、そしてマリアさん。はい、プランターでの栽培はマリアの毎日プランターを見て一緒に野菜作りしましょう。畑とプランター両方あるなんてお得ですね。二度おいしい。テキスト12月号発売中です。嬉しいですね。具材が少なめのシンプル鍋なら作るのも簡単。今夜はお腹に優しい鍋で温まりましょう。マコトさんたら食欲がないんですって。イモリさんは胃もたれ。それならお腹に優しいお鍋用意するから食べてってね。大根おろしたっぷりのみぞれ湯豆腐。ポイントは大根おろしを煮込まないことですよ。まず大根をすりおろします。縦半分に切っておくとおろしやすいですよ。豆腐は8等分に。細ネギは小口切りにします。おぼろ昆布は食べやすい長さにちぎっておきましょう。土鍋に湯を沸かし、